逆転しての金メダルでした。またゴールをした瞬間のあのガッツポーズ、非常に感動しました。ありがとうございます。もしもし。もしもし。あ、もしもし。水泳の鈴木孝之と申します。総理大臣の菅です。あ、はじめまして。50メートルの銅メダルに続いての、はい、日本選手団金メダル第1号、本当におめでとうございます。ありがとうございます。特に逆転しての金メダルでした。はい、また、ゴールをした瞬間のあのガッツポーズ、非常に感動しました。ありがとうございます。一夜明けて今どんなお気持ちなんでしょう。そうですね、まあ、一夜明けて本当に金メダル取れたんだなという実感が湧いてきています。はい、また鈴木さんは5大会連続の出場ということで、はい、長い間日本のパラ水泳を牽引してこられました。特に今回は新型コロナもあり、さらにその影響で1年間延期されました。はい、どんな思いだったんでしょう。どうなるか分かりませんでしたけども、まあ、自分ができることを、まあ、続けていこうと思って、はい、トレーニングしてきました。大変だったと思います。また、鈴木さんは、はい、障害を抱えている子どもたちが、パラスポーツを始めるきっかけになるような泳ぎをしたい、こうおっしゃっているというふうにも聞いています。まさに多くの子どもたちがこの金メダルで感動をもらったと思います。皆さんに伝えたいことはぜひ伝えていただければと思います。はい、そうですね、はい、そういう人たちが増えて増えるとまたそれは嬉しく思いますし、まだレース続きますので、今後のレースでも一生懸命泳いでいきたいなと思っています。